素晴らしい。この粉こそ我の求めていた純粋なルビー。美しい美しいアスラ。あの女をトゥルガを失ったからこうなれたのかい。 これは出現だったかな。そういえば貴公には、まだ話していなかったね。12000年前、そう、彼アスラが反逆者として処理された時、我はどこにいたと思う。そうだね、 ミスラ様を保護したのが一体誰か、ここまで言えばわかるよね。<笑><笑>そうだ、ヒコーラの大事な女を殺したのは我だ。 つまらないね、もっといい顔が見られると思ったのに。元より知っていた。<笑>そうか、実の妹のシオリ大二か。なるほど、さすがデウスも惚れ込む一番の忠犬。 Let's go.
背負うと決めたもの。姫で封じられようともその大義を全うせねばならん。救いを貴様もそれを望んでいよう。その力を貸せ。今からでも遅くはない。そうだったな。お前は昔から殴るしか能のない奴だった。今、俺の拳に宿ったものは身の内より湧き上がったものは馬鹿が自身の体が壊れるのも厭わずなお。奴は我が敵。ここで滅びようとも構わぬはず。だが俺の体は、俺の魂が、奴を死なせるなと叫んでいる。今ひとたび、俺の拳の声を聞け。
俺は信徒に戻ってやるべきことがある。貴様はあがき続けてみせろ。よっしゃ、お前は。しばし眠れ。七星天の夜叉は